なるほど。じゃあ江原は三越馬殺しを認めたんだな。非公式にですけど、復讐は桑名から持ちかけられたとも言ってました。これで随分はっきりしてきたね。ええ、なので早速痴漢裁判の控訴を申し立てます。よろしいですね、源田先生。源田先生、痴漢と三越馬殺しは両方合わせて一つの事件だ。痴漢の無実を主張するには江原の三越馬殺しを立証しなきゃなんね。だが今のところその証拠はない。だよな。江原さんの殺人動画があります。検察はそいつを出所不明のフェイク動画だと言ってる。警察も同じ言い分だ。それは彼らが勝手にそう言ってるだけです。実際には江原さんの痴漢を示す証拠の方がフェイクだったんです。少なくとも間宮由衣たちの協力があれば、あの痴漢事件を捏造できたと主張できます。裁判所は控訴の申し立てを受けてくれると思うか。先生は無理だとおっしゃるんですか。無理とは言わん。ただ肝心の江原は法廷で三越馬殺しを認めないってんだろう。なら控訴したところで勝ち目はどうだ。決定的な新証拠もなく、一審の判決にケチつけるだけの結果になりかねん。はあ、それだと沙織君の将来に差し障るんじゃねえか。はっきり言って、私は随分見くびられていたものだと、そう感じています。何？沙織さん、もしかして怒ってます？ええ、残念ながら。ですよね。いいですか先生、江原や桑名は司法のそういうしがらみにつけ入って今回の計画を立てたんです。バカにされたとは思いませんか。我々が検察や裁判所に忖度なんてしたら、それこそ向こうの思うツボです。うん、弁護士が法と向き合うとき、自身の保身を気にしてどうするんですか。ああ、確かにそうだ。そうなんだがよ。それに私は第一審で江原の無実を弁護しているとき、実際のところその主張を信じていませんでした。弁護する人間を信じもせずに法廷に立った自分を苦く感じていました。沙織さん、江原はそのことを見透かしていたはずです。きっと法の建前に縛られている私たちの姿をバカにしていたでしょう。それを私は見返してやらずにはいられないんです。お前の意見はどう思うんだ、八神。源田先生のおっしゃることもわかります。沙織さんの将来を何より心配してのことですよね。ああ、痴漢事件を弁護するために殺しを立証する、そんな大風呂敷広げてもししくじったらどうだ。警察や検察のメンツだけ傷つけて得るもは何もねえ。そして沙織君にはずっとその評判がついて回ることになるかもしれませんね。お言葉ですが、お二人とも何を言ってるんです。あまりに危機感がなさすぎます。え、俺も違いましたか。では八神さんはどう思われるんです。おう、どうなんだよ八神。全部沙織さんに従いましょう。俺も江原や桑名の行動を理解はできますが、見過ごすことはできません。そうか、お前もその気になってんだな。ええ、ただ俺の動機は沙織さんより少し不純かも。ん？どういうことだ。三越馬殺しとアリバイ偽装の痴漢、それを裏で糸引いてたのは姿を消している桑名です。奴を暗がりから引きずり出すには、人目のあるところで光を当てる必要がある。だったら江原の控訴審はその絶好の場所になります。
錠前の目的は江原じゃなくて桑名なのか。確かに江原の件を検証すれば自然とこれまでの桑名さんの行動も浮かび上がってきます。そして桑名を引っ張り出せればそれを追う RK とその黒幕も動くはずです。 RK の相馬は沢先生が知りすぎていたと言ってました。つまり黒幕には人を殺してまで守りたい秘密があるってことです。そいつを掴まない限り沢先生が浮かばれることはない。俺らが彼女のためにできるのはもうその黒幕に報いを受けさせることだけです。わかったよ、なるほどな。もうとっくに引き返すって選択肢はなかったわけか。源太先生、どうやら俺はすっかり平和ボケしてたらしい。まあそれに若者たちの成長は甘く見てたな。すみません、先生に向かって生意気な口を聞きました。いや、そりゃこっちのセリフだ、沙織君。よし、ここまで言われちゃ腹決めるしかねえやな。もう諸君を止めるものは何もない。存分にやってくれ。はい。もしもし、矢上氏、まだ神室町においでですかな。ああ、どうした。 RK が偉人町で数を増やし続けているんです。なんだか異様な空気ですぞ。そうなのか。それでどうも相馬や阿久津といった幹部たちがまだこちらにいるのではないかと思うのですが。どうかな。俺が相馬ならもう偉人帳は出てるだろうけどな。沢先生の件で警察に手配されてるだろうし。なるほど、確かに。まあこっちもちょうど一段落ついたとこなんだ。これから偉人帳に戻るよ。杉浦も借りたままだし、つくもにも情報を共有しときたいしな。了解です。ではお待ちしてますぞ。行くの？そうでしたか。なるほど、だいぶ見えてきましたね。うん、桑名さんじゃなくて北方先生か。その教え子たちが江原の御子柴殺しをサポートしてたってことだけど、でもそれだけじゃまだ説明のつかないとこがあるかな。と言いますと？ RK がなんでしつこく桑名さんを追ってるのか、
だよね、八神さん。なあ、そこに沢先生が殺されなきゃならなかった理由もある。もともと RK は偉人町に来る前、河合信也を探してた。ところが河合が殺されたらしいと分かると、なぜか急に探す相手を桑名に変えた。奴らの目的は何なんだ。考えて答えが出る問題じゃないのかもしれませんね。それこそ RK のメンバーから聞き出せないでしょうか。偉人町で数を増やしているようですし。ただ末端の連中に聞いてもろくな情報持ってないからな、あいつら。阿久津か相馬がいれば別なんだろうけど。そうですな。ここでじっとしてても始まらないか。ちょっと街に出てみるよ。うちはフットワーク軽いのだけが取り柄なもんでさ。またまたご謙遜を。ええ、八神氏にそう言われては僕らの立つ瀬がありませんぞ。もしもし。白崎です。八神さん、今大丈夫ですか。ああ、どうかした。江原さんとの接見を思い返していたんですが、ちょっと引っかかる言葉があったんです。それで八神さんのご意見を伺いたくて。引っかかる言葉って。桑名は江原さん以外のいじめ被害者にも復讐を進めてきたと。そして江原さんは続けてこう言っていました。復讐を拒んだ人もいたけど、警察に告げた人は誰もいないと。うん、それで。桑名が最初に殺したいじめ加害者は自分の教え子だった河合信也ですよね。そのいじめを苦に楠本充君が飛び降りて今も昏睡状態にあります。だったら桑名はその親にも復讐を持ちかけたんじゃないでしょうか。楠本充の親？それで言うと確か楠本玲子だっけ。ええ、彼女は厚生労働省の事務次官です。それがもし過去に河合への復讐を持ちかけられ加担していたとしたら、今になってそのことを人に知られたくないでしょう。そこで桑名の口を塞ぐために RK を動かしたとは考えられませんか。 RK にはおそらく誰か黒幕がいるということでしたよね。じゃあそれが楠本玲子。事務次官ともなれば半グレを動かせるのでは。一応筋は通るように思います。ああ、彼女のことは前につくもも調べてくれてた。ああ、すぐに話してみるよ。やったな、沙織さん。 RK の黒幕が見つかったかも。八神さんにそう言ってもらえて自信が出てきました。ああ、それじゃあ何か分かったら連絡する。ムカつくわ。
八神さん、もう帰ってきたんだ。てっきりどこぞで夜までお楽しみかと思ってましたぞ。今からここで楽しむつもりだよ。また楠本玲子のことを調べてほしいんだ。彼女が RK の黒幕だったかもしれない。え、つくも、こないだ見せてくれた楠本玲子の写真また出してくれるか。ほら、こちらを見てくだされ、八神氏。楠本玲子が功労時間になったのは今年に入ってからですね。まだ1年経っていません。今も評判はいいみたいだな。少なくとも彼女を悪く書いた記事は見当たらないようです。組織のしがらみにとらわれない省内改革、天下り企業にも厳しいメスって大活躍みたいだね。事務次官って官僚の一番偉い人でしょ。ああ、そんな人が過去に息子の復讐をしてたとして、そのことを知っている桑名の口を塞ぎたがってる。そういう事情だったら何かのつてで RK を動かすかも。何かのつてでというあたりがやや雑ではありませんか。うん、ただ RK は桑名さんを探しながら沢先生を、その、ああ、沢先生を殺して俺のことも殺そうとした。普通いくらヤバい組織でもそんな簡単に殺しなんてしない。リスクが高すぎる。でもそこに黒幕がいて、大きな後ろ盾になってるなら話は別だ。例えばそれが事務次官ってことなら腑には落ちる。ネット覗いてるだけじゃ何とも言えないね。やっぱり本人に直撃するしかないんじゃない。いつもみたいにさ。かもな。しかしそう簡単に会えるものなんでしょうか。楠本満は今も意識不明でいるんだったよな。ええ、どこかで入院してるならそこを張り込むって手はある。なるほど、それありだね。ん、おやおや、これはなんだよ。ネットに速報が。沢先生の殺害犯を手配とあります。で、ニュースでもやってますね。手配された犯人は私立高校の教員沢陽子さんが自宅マンションで殺害された事件で、神奈川県警は自称便利屋の北方優容疑者を指名手配しています。なんで桑名が。容疑者は以前、犯人は RK の相馬でしょ。事件の前後、現場周辺の防犯カメラに姿が映っていました。また10年以上前から偽名を使用していたとみられ、警察は沢さんと何らかのトラブルがあったとみて行方を追っています。八神氏、桑名さんが防犯カメラに映っていたのなら、そこには RK の連中も同じく映っていたはずですよね。ああ、そうだと思う。もっと言えば俺もどっかしら防犯カメラで撮られてたはずだ。なのに警察は桑名だけを指名手配してる。なんでだ。よし、聞いてみよう。誰に。県警の渡辺刑事、三越芝殺しも担当してる。おう、探偵さんか。どうも。桑名が沢先生を殺したって何か証拠でも出たんですか、鍋さん。ニュースは見たんだろ。桑名は現場近くの防犯映像に映ってたし、被害者とは窮地の中、おまけにずっと偽名を使ってた不審者だ。俺は沢先生が相馬にアイスピック突きつけられてんのを見てます。現場には RK の足跡もたくさんあった。なのに桑名が犯人ですか。捜査本部はそう言ってる。俺に噛みついたって何も出てこねえぞ。何があったんです。また上からの圧力ですか。桑名だって重要参考人だろうが。それに組織には組織なりのやり方がある。お気楽な探偵は引っ込んでろ。だいぶイライラが溜まってるみたいじゃないですか。
そっちは今どこです？あ？会って話せませんか？同僚に言えない愚痴とかも聞きますけど。鍋さん？お前に会ったとこで話せることは何もねえ。切られちゃったよ。矢上氏、今電話してた相手の周辺の音を拾わせていただいてました。幸い賑やかだったもので、鍋さんの位置がつかめましたぞ。え、本当かよ。中華街のメインストリートですね。すぐに向かえばきっと見つけられます。でも会いに行ったからって話聞いてくれる？なんて考えてるうちに鍋さんはどっか行っちゃうよ。さすがフットワークの矢上探偵事務所。叶わないね。